今年のレゴクリエイターはどれも相当気合は入ってると思うんですけど、このサファリの動物の気合はとんでもないですね。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこんにちは、ジェイソーレゴブルだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターサファリの動物の続きになります。前回の動画でライオンとチョウに組み替えました。今回はこちらのガゼルの親子に組み替えます。キリンとフラミンゴとライオンとチョウの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではガゼルの親子に組み替えます。ガーゼルの親子です。はい、ガーゼルの親子に組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で1時間かかりました。このレゴクリエイターは小さいパーツがたくさんありましたので、このガーゼルの親子を作るのも結構大変でした。3番目の作品で1時間かかったの多分久しぶりなんじゃないかなって思います。まずはこちらの植栽を見ましょう。キリンとライオンの時は樹木だったんですけど、今回こちらは植栽になっております。ちなみに大きさなんですけど、前回のライオンの樹木の約3分の1のサイズになっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。今までの樹木はブラウンのテクニックパーツが使われていたんですけど、この植栽には3つしかありません。フラミンゴでは足だったところが木の一部になっております。続いてはこちらの子供のガゼルです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。目はプリントパーツになっていて、この丸のポッチのパーツが鼻を再現しております。続いて胴体はこのようになっております。このレゴクリエイターはパーツで色分けされているんですけど、こういったプレートやタイルパーツを使うことで立体的な造形になっているのがすごいよくできてると思います。続いて脚部はこのようになっていて、脚部は前足と後ろ足の造形が全然違うところがとても面白いと思います。ちなみに尻尾はこのようになってます。ではこちらの子供ガゼルの可動範囲について説明します。耳がヒンジでこのように動きます。前足後ろ足は根元がボールジョイントになってますので、このようにぐるっと可動します。尻尾がヒンジでこのように可動させることができます。ポーズを取らせてみるとこんな感じです。このようなポーズでも安定して自立できるのがとてもいいと思います。はい、続いてはこちらの親ガゼルを見ましょう。この親ガゼルなんですけど、思ってたより結構でかいです。これね、造形ちょっと変えたらガゼルから馬になりますね。正面から見るとこのようになっていて、横から見るとこのようになっていて、後ろから見るとこんな感じです。ちなみにこのガゼルの高さは最初に作ったキリンの約半分ぐらいはあると思います。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。ガゼルの特徴ともいえるこの2本の角は茶色のテクニックパーツで再現されております。頭部はこのようになっていて、先ほど紹介した子供のガゼルと若干造形は似てますね。あと細かいところを言うと、耳がちょっとだけでかくなったり、頭部のカラーが増えているところです。首周りの造形も子供のガゼルと比べて結構リアルに作られております。この胴体のタイルパーツや下部パーツで毛並みや模様を再現しているところがとても素晴らしいと思います。続いて前足はこのようになっていて、造形についてはちょっと手抜き感はあるかなって思います。続いて後ろ足はこのようになっております。前回のライオンの時にも言ったんですけど、前足より後ろ足の造形がすごいので、どうせだったら前足も後ろ足みたいにパーツはいっぱい使って欲しかったなって思います。尻尾はこのようになっていて、尻尾の造形については子供のガゼルと同じものになっております。ではこちらの親ガゼルの可動範囲について説明します。まず頭部の根元がボールジョイントになってますので、このようにぐるっと可動させることができます。耳は根元がヒンジになってますので、このように可動させることができます。ちなみに角は可動させることはできません。続いて首の根元がボールジョイントになってますので、このように前に倒すことができます。ちなみに後ろに倒そうとするとパーツが当たるので動くことはできません。前足がヒンジでこのように動かすことができます。ちなみに足を2クリック広げることでこのように1回転させることができます。あとは足首がボールジョイントになってますので、このように動かすことができます。後ろ足も前足同様にこのようにクリックで動かすことができます。ちなみに外側には1クリックしか動きません。その代わりこのように1回転させることができます。
尻尾はこのように稼働させることができます。はい、可動範囲を生かしてこのようなポーズを取らせることができます。はい、食材パーツを置くことによってこのように草を食べてるシーンを再現することもできます。子供のガゼルと並べるとこんな感じです。親ガゼルは子供ガゼルの約3倍の大きさはあります。これありがちなんですけど、レゴクリエイターの3番目の作品って割と手抜き感のある作品多いんですけど、このガゼルの親子の完成度はめちゃくちゃ高いので、動物好きにはめちゃくちゃおすすめできるセットなので、これは買って損はない一品だと思います。今年のレゴクリエイターはどれも相当気合は入ってると思うんですけど、このサファリの動物の気合はとんでもないですね。では最後に大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。子供のガゼルで言ったらレゴマリオは 2.5 体分で、ミニフィグは約4体分はあります。ちなみに親ガゼルだとレゴマリオ約4体分で、ミニフィグは 5、6 体分はあると思います。じゃあちょっといつも通りミニフィグを乗せてみようと思います。よっと、おー、あー、乗せてみるとこんな感じで、まあサイズ的には悪くはないんじゃないかなって思います。じゃあレゴマリオを乗せてみます。よっと、おー、あー、これレゴマリオだとちょっと気持ちでかいかなって思います。まあサイズ的に言えば気持ちちょっと小さいかなって思います。じゃあ続いて親ガゼルに乗せてみると、よっと、はい、こんな感じです。あー、もうこれサイズ的に全然合いませんね続いてレゴマリオだと、はい、こんな感じです。あー、大きさは良くも悪くもないかなって思います。このガゼルにはレゴマリオやミニフィグを乗せるのはまあ非推奨な方かなって思います。では最後はこちら、じゃあ百獣戦隊ガオレンジャーのガオディアスと並べるとこんな感じです。これガオディアスの角がめちゃくちゃでかいんですけど、大きさは角を除くと子供ガゼルの方が高いですね。まあ角の高さで言えば完全にガオディアスが勝ってるんですけど、それでも親ガゼルには届きませんねこうやって並べてみるのも結構面白い方かなって思います。はい、レゴクリエイターサファリの動物のガゼルの親子はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターサファリの動物ガゼルの親子に組み替えてレビューしてみました。動画でも言ったんですけど、レゴクリエイターの3つ目の作品って小さかったり手抜きがちになったりすることが結構あるんですけど、このガゼルの親子については思ってたよりサイズが大きかったり、完成度は造形がすごいのでとても素晴らしいと思いました。しかも1つの作品で2匹のガゼルが作れるというところがとてもプレイバリューが高いと思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイターサファリの動物の3つの作品を全て作り終えました。3つの作品の中で個人的に良かったのは、言いたかったところなんですけど、今回は久しぶりに3つともどれも素晴らしかったです。まず最初に作れるキリンは完成度造形が非常に高くて、キリンだけで全長約50センチもあるところがとても迫力があって素晴らしかったと思います。続いて2つ目に作れるライオンなんですけど、これは僕が今まで作ってきたライオン系のレゴクリエイターの中ではとても完成度が高かったです。そして今回のガゼルもキリンライオン同様に完成度と造形が非常に高いところがとても素晴らしいと思いました。それと3つの作品で共通して言えるところは、可動範囲は多くてどんなポーズも安定して自立させれるところがとても素晴らしいと思いました。まあ、このレゴクリエイターの欠点を一つ言うのであれば、値段が高いところです。ちなみにこのレゴクリエイターは今 Amazon で8900円か800円で売られていますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。今回のレゴクリエイターサファリの動物はパーツが多くて、完成度が高くてとても素晴らしかったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。